万年筆の良さを伝えたいペンギンです。本日観察していくのはこちら、ウォーターマンのカレンです。まずはじめにこの万年筆とのご縁からお話しさせていただきます。実はこれね、視聴者様からご連絡をいただき、お譲りいただいたものなんです。その方も中古で購入されたそうなんですが、左利きだったためかなんかね、ご自身に合わなかったそうなんですよね。それでぜひレビューしてほしいとのお話いただいたんです。普段ね、私動画内でカレンいつか欲しいなーって言ってたのをしっかり見ててくださったんですね。本当に嬉しかったです。ありがとうございます。 YouTube 上ではウォーターマンのカレンのレビューって、まあんまり多くはないので、しっかりね観察していこうと思います。その前にまずは私がこのウォーターマンのカレン欲しいと思っていた理由なんですね。なんで欲しいかと思ったか。まずね、ウォーターマンが万年筆の祖って言われている点です。ウォーターマンは世界で最初に毛細管現象を利用したペン先を開発して、それを万年筆に取り入れたメーカーっていうことで有名だと思うんですが、保険のね、セールスマンだったウォーターマンさんがインクをこうボタ落ちしちゃって、書類汚しちゃって、その契約を逃したっていう失敗がね、糧になっているっていう話は有名だと思います。1884年にアメリカのニューヨークで売り出し始めたらしいんですよね。私ウォーターマンってフランス製のイメージが定着してるんで、誕生はアメリカだったっていうのはちょっと意外でした。あとね、もう一個ウォーターマンが欲しいなと思ってた理由は、ウォーターマンのペン先が自社製だからです。日本の国産メーカー3社、パイロット、プラチナセーラーは自社2部で、まあドイツの有名どころですね、モンブランとかラミーとかペリカン、あの辺も自社2部、イタリアだとアウロラは自社2部でもね、まあその辺を除いて、まあ他にもあるかな。でもね、自社に作ってるところって意外と少ないんですよね。でもそんな中でフランスのウォーターマンは自社2部で頑張ってるっていうことなので、やっぱりね、他と差別化されてるっていう2部は個人的にはすごく試したくなっちゃうんです。で、ウォーターマンって言ってもいっぱいあると思うんですよね、エキスパートとか、うん。でもね、やっぱりこのカレンもうね、名前がまずいい名前がね、素敵なのと、この独特のインレイ2部の形、これがね、やっぱね、変態2部クラブとしてはどうしても欠かせない一本でした。それではこちらカレンの、外観から観察していきます。まず第一印象がね、こう意外と小さいかなって私思ったんです。サイズはまあこんな感じで、で小さいけど、こう持ってみるとすごくずっしりと重たいです。金属軸なので結構ね、重たいです。全体が 34g で、キャップだけ 10g、 本体が 24g って感じですね。コンバーターが入ってます。ヨーロッパ規格ですね。まあ厳密に言うとコンバーター分も入ってはいるんですが、でキャップは缶号式、クリップもとっても特徴的ですよね。ここがやはり可動式なので、きつくなりすぎない感じがいいと思います。ここにロゴが入っていて、穴開いてるんですね。でね、これお色味なんですけど、これね、動画じゃわかんないかもしれない、肉眼で見ると紺色、ダークブルーっていう感じで、なんとなくね、こうフロスティっていうか、ちょっとパールっぽい感じがあるんですよ。でこの色がね、もう何色って呼ばれてる色なのかちょっと調べてもよくわかんなくてね、ブラックとかウォーターマンらしいあのブルーとか、あのキャップだけね金属でできてるやつとか、いろいろあると思うんですけど、これのね色の名前がよくわからない。でもね、黒ではないんですよね。でウォーターマンの、カレンの特徴といっては、まあこのフォルムですよね。特にここ尻のところのこの辺がかなりチャームポイントかなって思います。
持った時は、まあ、普段ポストしないですけど、まあ、ポストしてもそんなに向上心って感じもしないですね。ポストしなくても長さ的には、まあ、十分かな。足して大きいですけど、でも多分どっちかっていうと向上心ですけど、全然こう振り回される感じはしなくて、やっぱりバランス感とかさすがだなって思います。あとはね、なんといってもこのインレイリブですよね。このはめ込んであるみたいな、爪みたいにペンポイントがこうちょこんと出てる感じが可愛いですね。これ地幅ちなみに M です。こっちに書いてありますね。18金2部です。それではね、早速こちら試し書きしてみたいと思います。我が家に来てから結構1ヶ月以上経つのかな。しばらく使ってみました。印象というか、しばらく使ってみての印象なんですけど、すごいね、あの独特の書き味です。なんか他のどれにもあんまり似てない、初めての感覚。このね、ウォータマンのカレンをレビューしてる焼き通さんがね、好きでなんか2本買ったってレビューしてたんですけど、その動画で書き味の表現をシュリッとしてるっておっしゃってたんですよ。で、シュリッとしてるんだって。私勝手なイメージですごいガチニブで超ヌラヌラ系なんじゃないかなって思い込んでたんですけど、シュリッとしてるって表現、あのすごくね適切です。私もすごくシュリシュリ感じます。またね、地幅によっても変わるかもしれないですけど、書き応えありますね。ヌラヌラではないんですけれど、でもね、これがまた中古なんでね、その直近のオーナーさんはそんなに使ってないと思うんですけど、その前のオーナーさんがどんな使い方をしてたかもわかんないし、そのまたね、さらに 何人の手に渡ってきたかもわからないんで、どうなのか、でこの状態が正式なものなのかもわかんないんですけども、まあ、見た感じ2分も別に傷んでないですし、こういうもんなのかっていう、すごくね新鮮な書き味ですね。もしねオーナーさんいらっしゃったら、うちのはこうなんだけどとかいろいろ教えてくださると助かります。前オーナーさんが、まあ、左利きだとちょっと右で書いてる時と結構違うんだよねっておっしゃってたんですね。左利きにはもしかしたらカレンはあんまり合わないのでしょうか。私はね、左利きじゃないか、こうやっぱね押し書きするわけですよね。すごい下手くそ。でもね、普通に右で書いてても割となんていうんですか、このスイートスポットが狭めかななんて私は感じました。結構ね、縦気味、まあ普通に45度より立ってるとスイートスポットだなって感じするんですけど、私割と寝かせて書いちゃったりもするんで、寝かせすぎるとね、まあもちろんここがここに当たっちゃうんで、その寝かせすぎて書くっていうこと自体が不可能なんですけど、ちょっとね、寝かせ気味にするとスイートスポットじゃないような感じがします。割とね、こう角度厳しめなような気もしました。
いかがだったでしょうか。本日は念願のウォーターマンカレンを観察してみました。いろいろね、なんか勝手に妄想してたイメージと違うお品でしたね。なんかヌラヌラ系かなって勝手に思ってたけど、割と書き応え系でした。やっぱりね、自社生産のニブってすごく個性的でいいですよね。すごく軸は気に入ってるんだけど、ニブが麻要棒とかボックだとなんとなくなんですけど予想がついちゃうというか、あの書き味だよなみたいなのを事前に考えちゃうんでよろしくないんですけど、まあね、そのメーカーさんごとに要望なら要望に発注するときにチューンアップすると思うんですよ。こういう風にしてみたいな。だから全然書き応え一緒でしょとは全然思わないんですけども、やっぱね、なんとなく予想がついちゃうっていうところで、やっぱね、自社ニブとちょっと違う位置づけになっちゃうかなって私の中では思ってます。同じウォーターマンの中でもやっぱこのね、インレイニブなのとエキスパートみたいなオープンタイプのニブと比較してまたね違ったりするんじゃないかなとも思います。それではこの動画がちょっとでも面白かったなと思ったらグッドボタン押していただけると励みになります。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。